マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット効果の高いリンゴ酢を飲むこと以外にどのように使っていらっしゃいますか？せっかくダイエット効果の高いリンゴ酢ですから、そのリンゴ酢を使った美味しいレシピでもっともっと綺麗に痩せたいなって思いませんか？そこでこの動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しくて簡単なレシピがわかるんです。このレシピで1日も早く健康的で綺麗に痩せたいと思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料4つだけ痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由ポイントと、2つ目、材料4つだけ痩せるリンゴ酢レシピお話ししていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるんでしょうか。ポイント3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんです。これすっごく大事ですよ。まずはですね、このリンゴ酢を使ってあなたの腸内環境を整えていきましょう。そうするとね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが種類が増えて元気になって、いつまでもあなたの腸内で暮らしてくれる、そういった環境を作ることが結果根本的な痩せ体制と生まれ変わることにつながるんですよ。ではポイント2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれる材料を使っています。とっても大事ですよね。どうしてもね、誰だって食べれば血糖値は上がります。これはね、大事なことですよね。でも問題なのはその急激にね上がった血糖値、その間に一気に脂肪を溜め込むわけです。ですからいかにその急激に上がった血糖値をね緩やかにこう抑えてもらえるかどうか、ここがポイントですね。その時に大活躍するのはこのレシピなんですよ。では3つ目です。代謝がアップします。これも大事ですよね。やはりですね、痩せるためには代謝が高い方が絶対にいいです。簡単に言うと、同じものを食べても代謝がいい方はすぐ燃やせるのに、代謝が悪い方はね燃やせないから全部溜め込むわけですよね。そこが痩せてるか太ってきたかの違いということです。なのでこのレシピを使って落ちてきた代謝をアップしてあげましょう。ではここから2つ目の項目です。リンゴ酢を使った痩せるレシピですね。まずそれぞれ材料が持つ痩せる効果をお伝えします。その後で材料と作り方、痩せるポイント、注意点お話ししていきますね。では1つ目の材料はリンゴ酢です。リンゴ酢は脂肪をどんどん燃やす、代謝が上がる、そして結果脂肪を溜め込みにくくしてくれる体質になるためのねお手伝いしてくれます。でもちろん血糖値の急上昇も抑えてくれますし、何よりもたくさんあるお酢の中でなぜリンゴ酢なのかっていう理由はここ、酢酸の働きがとても強いんですね。一番がリンゴ酢です。そうするとどんないいことが起こるかというと、あなたの腸の動き、蠕動運動がとっても活発になります。そうするとどんどん余計な溜め込んでしまったものをどんどん出してくれたりとかですね、そういった形でデトックスすることができるんですね。そしてなんとですね、食欲も抑えてくれる効果もありますし、むくみの改善効果もありますから、ぜひリンゴ酢選んで使ってみましょう。ただし太るリンゴ酢があります。これはですね、添加物がたっぷり入った味がついたようなものですね。なのでここで使うリンゴ酢というのは痩せるリンゴ酢使いましょう。ではどんなリンゴ酢かと言いますと、原材料がたった一つだけでできているものです。裏を見てチェックしましょうね。そこに何て書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁 100% のみ、この1個だけ できればね、国産のリンゴ果汁、そして有機栽培のものがベストです。では2つ目の材料はこちらです。リンゴも使います。リンゴってすごくねおすすめのフルーツになります、ダイエットに対してですね。なぜかというとね、リンゴは適量食べる量を守っていただきますと、脂肪をね蓄積するのを抑えてくれるポリフェノールがすごく含まれているフルーツの一つなんですね。でペクチンも入っているので便秘も改善されますし、カリウムの効果でむくみ改善効果もある。でここが私一押しです。リンゴは体を温めてくれる果物なんですよ。普通はですね、いろんなフルーツ、特に南国系のものですね、お体冷やしちゃいます。
なので例えば朝からフルーツばっかりの材料で作ったスムージー飲み続けると体が冷えてしまう、イコール腸が冷える、イコール代謝が落ちて太ってしまうっていうね。しかも糖質取りすぎです、甘すぎですよね。なのでフルーツはもちろん酵素もありますしいいんですけれども、食べ過ぎとかね、その材料で使ったジュースを飲み過ぎるとか、そういった時はですね気をつけないといけないものですよね。そんな時にリンゴはダイエット向きのフルーツです。なぜかというと、ここ他のフルーツと違って体を温める効果があるからなんです。では3つ目の材料です。生姜も使っていきます。この生姜を使ってねどんどん代謝上げていきましょう。脂肪を燃やしてくれますし、血糖値の急上昇も抑えてくれる効果があります。で何よりもですね、リンゴと同様体をねめちゃくちゃ温めてくれるのがやはり生姜なんですね。ぜひ生姜の力を使って体を温めて、結果体温上がったら代謝って上がりますから、こういった食材の力をねもらっていきましょう。では最後4つ目は蜂蜜を使っていきます。ここで間違ってもですね、甘い味をね使おうっていう時にですね、お砂糖なんて使ったらダメですよ。特に白砂糖ですね、黒砂糖の方がまだいいですが、やはりダイエットしたい方というのはお砂糖よりも蜂蜜です。その理由はこちらです。脂肪を燃やす効果があります。そして腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖も入ってますし、そしてねポリフェノールも入っているので、あの脂肪燃焼効果を促進してくれます。でまた何といってもここ栄養価が高いんですね。白砂糖はもう栄養ゼロですよ。ところが蜂蜜は栄養がたくさん含まれていますから、やはり痩せるためには痩せるホルモンを作る必要があるんですよね。でそのホルモンを作る材料は何といっても栄養です。バランスの良い栄養がないとホルモンを作れません。そうするとね作れない方は太っちゃうわけです。ですから何かね甘いもの味付けしたいなって時は、ぜひ天然のピュア 100% の蜂蜜使っていきましょう。ではここからレシピの材料作り方お話ししますね。今回あなたにお伝えしたかった美味しいレシピというのはこちらです。生姜リンゴピクルスになります。材料5人分用意してます。リンゴ1個、生姜1かけ、そして純リンゴ酢ですね、無添加のものを1/2カップ、蜂蜜が1/3カップ、たった4つだけで簡単にできちゃいます。そして作り方も超簡単。ではお話ししていきますね。1つ目、このリンゴはいちょう切り、ここはお好みでいいです。お好きな大きさに切っていただきます。で生姜はね、皮を薄切りにしてください。2つ目、保存容器にこのカットしたリンゴと生姜プラスこのリンゴ酢、蜂蜜をね、蜂蜜特によく溶かしてくださいね。軽くレンチンすると溶けやすくなります。でしっかりそれを混ぜたら半日常温で置いてください。で置き終わったら冷蔵庫で保存しましょう。以上です。もうめちゃくちゃ簡単でね美味しいですよ。ぜひ日々のお食事をちょっとしたね小鉢用に作ってみてはいかがですか。では最後に痩せる食べ方、そしてポイント注意点をお伝えします。これね本当美味しいんです。なのでやっぱりね食べ過ぎは注意ということが一つと、材料選びにもお気をつけてください。無添加のもの、無農薬のものがやはりベストです。そして食べてしまった後残りますその原液ですねは捨てないでくださいね。これがまたリンゴ酢ドリンクの代わりになります。で大体お好みでいいんですけれども、やはりリンゴ酢はですね1日あたり大さじ1杯か2杯で十分です。なのでこの残った原液をですね、大さじ1に対して、大体そのコップ1杯程度ですね、 200ml のぜひ白湯です、お湯に溶かして飲んでみてくださいね。ここで間違っても冷たいお水とかキンキンに冷やした炭酸水で割ったりとか、お腹が冷えて太っちゃいますからね、気をつけていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のポイントまとめは、ダイエット効果の高いリンゴ酢を飲む以外にどんどん使っていただきます。そしてその結果レシピとして使うことで、あなたは美味しく食べながらね健康的で綺麗に痩せることができますようでした。ただし食べ過ぎは注意でしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。